車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はモンドショップ東京でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは石井くんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。確かに、はい、というわけでそんな久しぶりの石井くんと紹介するのがこちらでございます。はい、はい、レンジローバー、あのボディ入庫の時から撮らせていただいてるんで、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、改めてどんなカスタマイズをしたのか教えていただいてもいいでしょうか。はい、まあまあパッと見バンパー変わってます。バンパー変わってます。そういうことじゃないんだよ。このそういうことじゃない。何かのこうメーカーのエアロをつけましたとか。ああ、そう、久しぶりすぎて忘れちゃったな。ちゃんと思い出してください。はい、はい、今回はどんなカスタマイズを、ブラバスのフロントスポイラーをつけましたね。はい、まあ、まず 前からは。というわけで、なんかレンジローバーブラバスっていうとあれれっていうなんか組み合わせかと思いきや、そうですね、実は去年のブラバスの発表会でレンジローバーが追加されたことが発表されたんですよね。はい、でその時になんと出たエアロが今回取り付けさせていただいたということで、はい、これはどの辺がじゃあブラバスのパーツになってるんでしょうか。いや、もうねバンパーごっそりです。これフルバンフルバンパータイプですね。というわけでボンドボディの入庫の時にもお伝えしましたけど、はい、なんとここから下がじゃあ全部交換。そうです、全部交換してます。これはだいぶ面積が、そして顔が、そうなんですよ、かなり変わってるはずですね。もともとレンジローバーのバンパー結構つるんとしたデザインですけど、はい、それが割とこう横も結構立ってるし、結構エッジの効いたデザインになってる。そうですね。でダクトもなんか結構ダクト周りは結構違う、大胆に形状が変わってると、はい、そうですね。そしてボンドボディ入庫の時にペイントの高橋さんが言ってましたけど、はい、なんか塗り分けをしたとかっていう一応どの辺が変わってるか教えていただいてもいいでしょうか。いきますよ。はい、まあまあボディ同色じゃないですか、バンパーは。はい、まあそこはもちろんですよね。ボディ同色じゃない、はい、でボディ同色じゃないですか、はい、グロスブラック、はい、グロスブラック、はい、グロスブラック、はい、です。あ、もうあとは基本的にボディ。中ダクトの中のパーツに関しては全部グロスのブラックに、そうですそうです。仕上げてあると。はい。でボディはこれメタリックっすもんね。メタリックです。だからちょっと今日撮ってるのが夜なんで非常に分かりにくいですけれども、外なんかに出すと割とこうメタリックが光るところと光らないところがあるんで、そうですね。メリハリの効いた塗り分けになってると。はい。だ夜だと本当に一体化されてるんで本当真っ黒って感じで、あ、そうですそうですそうです、ちょっと悪そうな雰囲気もありつつの、はい、そしてこれ網も全部塗ってるんですね。そうです、塗ってます。全部ペイントしなきゃいけないパーツでした。あ、そうなんだ。はい、素地で出せなかったんだっけ。そうなんですよ、すっかり忘れてます私。というわけで真ん中のこの網類も全部グロスブラックで仕上げられてると。で最近の車、まあ、当たり前ですけどセンサー類だったりカメラ類全部移植できるようになってるんですけど、まあ、その辺なんかもバッチリやってあると。 はい、そして下側はちょっとリップ形状になってるんですけど一体なんですね。そうです、一体です。はい、というわけで全部つながるデザインになってると。はい、そして本当はここに、はい、ここからさらにオプションがあって、まあ、今回手出さなかったですけどカーボンパーツがありまして、このおひげの部分とフロントリップのところにかぶせるようにカーボンパーツがつくみたいです。あ、それオンするんだ。そうですそうです。あ、そうなんだ。なんでじゃあ、まあ今後進化として、そうですね、ただ結構お高いので、はい、そうなんですよね。そこまでやる必要が、まあ、あるかなと、まあ、ヨーロッパチューナーのカーボンパーツ結構いい値段するんで。というわけで今回はそういったパーツついてないですけれども、はい、一番スタンダードの取り付けされて、そうですね、あとこれナンバーベースも塗ってるのかな。まあボンドボディが効き化して塗ってくれたかもしれないですね。僕はナンバーベースもボディ同色でペイントされてると、はい、あとペイントカスタマイズは、はもう特にしてないです。じゃあこの辺なんかも全部純正、はい、純正純正、純正ということで、はい、まあ、この辺りは多分純正のパッケージなのか仕様ですね、そのまま活かして残しました。一回全部黒くすることも考えたんですけど、まあ、そのままでいいかなと。まあ、チューナーものって割と手数少なくてもしっくりくるというか、そうですね、シンプルに仕上げてもなんかしっくりきますよね。はい、というわけで今回だいぶ表情変わってますね。結構違いますね。リップ形状も前に出てるんで、うんうん、まあ、本来だったらスポーンってこの中に入ってる感じなんで、確かにかなりそのあたりはスポーティーになってるんじゃないかなと。そしてポイントとしては専用形状のホグがこちらに装着されてると、はいはい、こんな感じの前回りになってですね。これだいぶいかついっすね。かなりいかつくなりました。ただあんまりこう主張しすぎてないというか、うん、
なんかマンソリーみたいなこう、そうですね、えげつなさはそうそうなく、なんか本当に硬派な感じで仕上がってる、うん、まあまあレンジローバーのその上品さは全然残ってると思うんで、確かにやっぱりブラバスうまいっすよね、うまいっす、違う車いじらせてやっぱりうまいっすね、はい、そしてそんなブラバスのバンパーがついたレンジローバーに履かせたホイールがこちらでございます。はい、ご紹介いただいてもいいでしょうか。はい、 HRE のヴィンテージシリーズ935です。これはもうレンジにもう鉄板じゃないでしょうか。もう鉄板ですね、もう似合わないはずがないという、はい、こちらのディッシュデザインの935で、しかも今回ずいぶんフィニッシュがキラキラですが、ええ、もうフルポリッシュです。というわけで迷わずフルポリッシュです。これすごいね、この面積を全部フルポリッシュだ、この反射が、そうですね、そしてリムもフルポリッシュ、はい、非常にあの HRE のポリッシュ綺麗なんで、本当メッキに近いぐらい、うん、もちろんこれオンクリアになってるんですよね、はい、まあ、曇ったりだったりにも強いクリア塗装の入ったポリッシュ仕上げになってる。あとポイントなのはこの935って裏側がすごい削ってあるんですよね。そうですね、重くなりがちなディッシュデザインでもしっかり、うん、なんか簡単な円盤じゃないですよね軽量になるように製作されてると、はい、そしてデズラももう東京店なんでバッチリツラツラになっております、はい、そしてこちら組み合わせるタイヤの方は、まあ、ブレデステインですね、まあ、まあこれも鉄板じゃないんでしょう、はい、24インチだともうアドバン、まあ、限られてきちゃいます、ね、ベルデステインって感じですけど、ベルデステインはあの別名ブレデシュタインなんて言われますけど、はい、あのマンソリー御用達のタイヤ、うん、そうですね。で最近なんかこれパターン変わったっすか。ちょっと変わったと思います。で名前もそのウルトラプロ、そうウルトラクバリティだったのがあのプロになってるんで、はい、なるほど。というわけでちょっとアップデートされてる、はい、パターンもじゃあ厳密に言うと少し違うんですか。ちょっと違うような気がします。ちょっと覚えてないですけど、なんかちょっと見た目変わったなっていう印象はあるんで。で僕らだとこの24インチのこのブレデシュタインイコールマンソリーって感じですけど、はい、あの母体はあのアポロタイヤっていう非常にあの老舗の有名ななんかヨーロッパのタイヤ確か、はい、というわけで非常に性能なんかも申し分ないのかな、まあ、全然悪くないですよね、はい、本当というわけで平気だし、というわけで今回こんな組み合わせになってる、はい、これはだいぶ激しいですね。意外となんかこうシンプルな組み合わせなんですけどね、はい、もう黒いボディにポリッシュっていう組み合わせなんですけど、すごいアメリカ臭い、もうすごい引き立つ感じですね、はい、そして車高の方も今回しっかりローダウンされてるということで、はい、これはロアリングロッド、そうです、ロッドで基準値を変える部品で、これ今乗降モード、これそうです、アクセスモード入ってますね、はい、アクセスモードで一番下がってる状態、はい、そうですそうです、まあ、レンジの場合はあの上げ下げも早いですし、はい、上げたり下げたりも簡単にできるということで、そうですね、まあ、ローダウンだけでも走り出せばすぐペッて上がっちゃうんで、はい、お気軽にご相談いただけるといいのかな。そしてあとはペイントカスタムとかエアロパーツとかしないで、横から見た時にすぐ分かるのがスガラスにしたんですよ。あ、これしたの？そう、あの元々プライバシーガラスだったんで、もう全部後ろ側は、ごめん？え、交換？交換です。というわけでスケスケガラスに、そうスケスケガラスに、はい、ゲレンデなんかだと結構やらせていただくこと多いですけれども、はい、レンジローマンもじゃあできるということで、そうですね、やっぱこの白い内装を、まあ、確かに見せたいというオーナー様のご意向で、はい、使い勝手はちょっとハテナマークになっちゃうかもしれないですけどレンジでもブラインドついてるんですよね。そうですそうです、はい、なんでまあその辺もまあ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 使い勝手大幅に既存することもないので、まあ、思い切ってスガラスにすると見た目もかなり変わるのでドレスアップにも非常にいいのかなと。そして後ろも同じく、あ、そうですね、24インチのそれについてます、はい、こちらが装着されている。後ろもちょうどいい感じですね、はい、なんか聞いたんですけど、あの結構車高どこに合わせて面どこに合わせるかっていう問題があるんですけど、はい、今回はじゃあアクセスモードで面になるぐらいで、基本的にはそんな感じで、はい、まあ下げた時にかっこよければいいですというわけでしっかりバッチリで、リムは前後同じぐらいですか。同じぐらいですね。そして935なんでそんなにあんまりこう極端に逆ぞりするデザインでもないですけれども、うん、やっぱりリムポリッシュにして深リムかっこいいよね。かっこいいですね。この今斜め45度ぐらいからのこのキラッて光る感じが最高です。この感じ、はい、非常に高級感がある。純正だとリムありないもんね。ないですね。ポリッシュもないもんね、はい、結構アメリカなんかだとポリッシュ設定ない車でも純正ホイールをポリッシュにする文化とかありますけど、あ、でも結構多いかもしれないですね。そう、ロスとかね、そう結構あるんですけど、なんかそんなノリを感じる。そして後ろもブラバスのパーツがついてるということで、はい、そうですね、はい、これボンドボディでもお届けしましたけど、パーツの名前で言うとリアスカート&テールパイプですかね。というわけでまあ、このリアディフューザーっていうんですかね、このこっから下が変わってる感じです、ね、はい、ただ一体感がすごすぎてどこが変わってるのか分かんない。そうなんですよ。マフラーはまあ絶対車外だろうなって感じしますけど、でパーツで言うと本当ここと、はい、ここがまあ外からつくパーツで、うんうん、だここが変わってる感じですね。 1,2,3
3がついてって感じです、ね、なるほど。でそれはこの真ん中もつながってるんですよね。あ、そうですそうです、はい、あとこのパーツも別だったんだ。なるほど、はい、ここも別のパーツでブラボーさんパーツがついてる、はい、そしてマフラーカッターはおなじみのこの外側がマークとのカーボンになるこちらと、あとインナーもこのちょっと独特なボコボコボっていう形状のこちらのインナーがついてると。でしかもこれ両方ブラバスマークがついてるんですよね。そうなんですよ、 B マークとブラバスロゴっていう非常に凝った、絶対だからマフラーカッターだけでも結構えぐいねダウンするんだろうなっていう、はい、まあもうこれはセットになっちゃうんで、多分このディフューザーをつけるんだったらもうこのマフラーカッターに変えてくださいねっていう前提のパーツですね。あ、もうフルセットセットで必ず、はい、で特にレンジャーの純正バンパーだとマフラーがほぼ見えないというか、そうですそうです、あの目立たないデザインなんで、うん、まあ、変えることによってリアビューがかなり迫力のデザインになるんで、そうですね、この非常におすすめかなと。後ろから見た感じめっちゃいいんですよ。確かに前以上にちょっと後ろが変わってるかもね。そう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 、やっぱかなりのペーっとしたんで、だからそこにこの、まあ、エッジが追加されたっていうか、まあ、あとはこのタイヤの出面もあって、こっから後ろからのシルエットがだいぶ変わってると。だ本当になんかレンジのいいところをそのまんまにちょっともう少し出すとこ出して目立たせるとこ目立たせただけでもう非常にかっこよくなるという本当にお手本みたいな車じゃないかなと。であと後ろもじゃあペイントカスタマイズとかって一切何もそのまましてない感じ。本当に今回はブラバスのエアロパーツをつけて塗り分けです。塗り分けはまあ多少しましたけど、そんなに派手な塗り分けはしないで、はい、ガラスをスガラスに変えて車高を下げてホイール入れただけっていう、というわけでシンプルな、非常にシンプルでありながらバッチリ決まったレンジローバーになっております。はい、じゃあ最後になりますけども、はい、何今のポーズもう一回いいですか、はい、じゃあ最後になりますけれども、はい、あのレンジローバー前回のあの名古屋店の動画でも、はい、あのちょっと触れてるんですけども、はい、なんか最近本当にいろいろなカスタマイズが見かけるようになったかなっていう、うん、そうですね、なんか今まではエアロもつけないし、まあ、なんかホイール入れれば OK じゃないみたいな雰囲気ありましたけど、なんか増えていきそうですよね。エアロも多分ブラバスだけじゃないですしね、実際はメーカーも、まあ、エアロつけてもいいですし、ホイールもまあディッシュは今めちゃくちゃ流行ってますけど、まあまあ今まで通りなんていうんですか、このコンケーブ的なやつも絶対かっこいいだろうし、まあ、いろんなレンジローバーが増えればそれはそれで面白いかなっていう感じがしますけどね。でエアロも本当にあのマンソリーもあれば、うん、テンシックスティーもあれば、はい、まあ、いろいろ、あとアーバーなんかも最近いろいろあると思いますので、絶対あのカスタムしたい方はあの気に入るものがあると思いますので、ぜひ東京店、はい、じゃあ石井君にご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで、ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。